はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、おっさんが最近ねハマっている駄菓子をね紹介したいと思います。こちらですね、ピーナッツチョコですね。この新発売って書いてますけど、だいぶ前からね発売してます。おっさんはね最近これにハマってね、毎日ね食べてます。めっちゃ美味しいチョコレートですね。じゃあ今から詳しくね紹介したいと思います。はい、こちらですね、ピーナッツチョコ。これがねめっちゃ美味しいんですよね。入りたてピーナッツとチョコの美味しさ、冷蔵庫に入れてリボンが青色に変わったら食べ頃、冷蔵庫で30分以上冷やすとさらに美味しく召し上がれます。なんかねここの色がね変わるみたいなんですよね。で、今ね冷蔵庫に入れてるのが1個あるんでね、ちょっと持ってこようと思います。はい、今日の子供六法です。他人のものを壊したら弁償しないといけないよ。ガシャン。不法行為による損害賠償、わざとまたは不注意によって他人の権利や法律によって守られる利益に害を与えた人は、これによって生じた損害に対してお金を支払わなければいけません。はいはいはい、はい、今ねちょっとここ青いの分かりますかね。それがね今白にね戻ってます。一瞬でね戻ります。ちょっとまだ青いですけどね。もう冷蔵庫から出して一瞬でね戻りますけど、これがね今冷やした状態です。ちょっとね、1個開けてみたいと思います。これがね、美味しいんですよね、これが。このなんともね、いびつな形なんですけど、これがね、めっちゃ美味しいんですよね。どうやってね、作ってるのかわからないですけど、全部ね、形が違います。でね、ピーナッツが入ってるんで美味しいです。味はミルクチョコレートですね。ミルクチョコレートにピーナッツが入ってるって感じですね。まあ冷やして食べて冷たいんでね、やっぱ夏にはいいですよね。ね、かき氷持ってます。これちなみにデンちゃんって言います。このデンちゃんがね可愛くて、ここにねいっぱい貼り付けてます。もうね貼るとこがないんで今貼ってないですけど。で、裏ですね、1袋あたり399キロカロリーですね。口どけの良いチョコに入りたてピーナッツがたっぷり、香ばしさと滑らかチョコの美味しいハーモニーがお口の中に広がります。さらに美味しくなった電力ピーナッツチョコをお楽しみください。チョコレートは高温に置かれると油脂分が溶けて、その後冷えて固まるときにブルーミングといって白く粉を吹いた状態になります。召し上がっても差し支えありませんが、チョコレート本来の美味しさが失われます。そうならないために直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。名称純チョコレートですね。菓子はついてないですね。純チョコレートです。原材料名ピーナッツ、砂糖、植物油脂、乳糖、全粉乳、カカオマス、ココアパウダー、脱脂粉乳で、ここから添加物ですね。乳化剤、香料、内容量 70g、 株式会社デンロク、山形の会社みたいですね。で、このパッケージなんですけど、これは実はね夏バージョンなんですよね。で、いつものね冬のやつはこちらでございます。これがね冬バージョンですね。はい、かき氷持ってるんですよね。上は、下はね持ってないです。やっぱねチョコレートは冬にねよく食べるものなんで、
夏はねこういうふうにね冷やしても美味しいっていうねフレーズを入れたりして夏でもね売れるようにしてるみたいですね。この色が変わるのは本当すごいですよね。ちょっと一瞬でしたけどね、色が変わってました。はい、いかがでしたでしょうか。もうこのチョコレートはね、おっさんが毎日ね食べてるやつなんで絶対美味しいです、ね、こういう風にね爪楊枝に刺してね食べると食べやすいです。ちなみにねコンビニとかにもねこういう形したねチョコレートが売ってますけど、それもね実は同じね電力さんが作ってるねチョコレートでございます。なんでコンビニに行った時はねぜひ買ってみてはねいかがでしょうか。はい、こんな感じでね今日はねもうこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。